ブルーバック赤は、玉ひずめ目シカに属する赤。近年は、牛科のうち、牛赤を除く構成種をアントロープイニーとまとめる説があり、その説に従えば、ブルーバック族に当たる。アフリカ大陸、アラビア半島アラビアオイリックスが、西アジアに分布していたが、野生個体は絶滅し、オマーンなどに再導入。尾は細長く、先端に棒状の体毛が伸長する。 脳ズ外が顔面頭外の1、3、死ゆともに直線的やサーベル状、ねじれた角がある。眼下部に終戦がない。鼻孔は大型で、体毛で覆われず落出した皮膚の部位は狭い。第2.5指跡のひずめが発達する。乳頭の数は4個。牛顔、牛赤とアントロープイニーのに赤とする説がある。その説に従う場合は、本項の内容は、 ブルーバック族に関するものとなる。ダマリスクス族、ヌー族、ハーテビースト族、ヒロラ族からなる、ハーテビースト族アルセラフィニー、インパラのみからなるインパラ族、イープスロウティニー、ウォーターバック族、リードバック族、リーボック族からなるリーボック族リダンジニーが、本赤に含まれていたが、分子系統学の検知よりこれらは、ブルーバック族ヒポトラジャニーとされていた。 分類群を残したの赤に分類し直された。2012年に、ミトコンドリア DNA のシトクロムビーコイ遺伝子の延期配列を決定し、最大節約法で推定したクジラ玉、ひずめめを包括した、系統解析では、ハーテビースト族と単系統群を形成し、この2族からなる、単系統群は、ヤギ族カップレニーと単系統群を形成する。 これら3族の単系統性は、それぞれの族から一部の種を解析に含めただけだが、2013年に発表された、核 DNA とミトコンドリア DNA の旧遺伝子の延期配列を決定し最大節約法、最優法、ベーズ法で推定した系統推定でも指示されている。以下の分類、A 名は MSW3 をもとに和名和に従う。娯楽としての主張。 家畜との競合などにより生息数は減少している種もいる。ブルーバックは1799から1800年に乱獲により絶滅した。アラビアオリックスは1972年に野生個体は絶滅し、1980年から飼育化、繁殖個体を野生に戻す試みが進められている。ロオリックスは1988年以降は生息報告例がなく、 野生個体は絶滅したとされ、1997から1998年の調査でも生息する証拠が発見されていない。ありがとうございます。